おはようございます。今日はね、桜井に行く前にちょっと寄ってみましょうかね。さーて、どこでしょう。はい、これでわかりますかね。そうです、ブレッテンの寮でございます。まあ言わずと知らずね、知れずね、あのブレッテンのはね、非常に暴君ということで有名ですけどね。結局ね、お子さんがいらっしゃらなかったんでね、この後は大変だったんですよ。この後は携帯店の寮ですけどね。はい、携帯店の寮もこの上行ってますけど、わあ大きいね。これちょっと、ちょっと何回、一回2回ぐらい来てるんだけどね、ここしか回ってないからね。前回来た時はね、はい、失礼します。わあ、これはどうぞ。いやいや、これ失礼しました。この寮だ、ご挨拶しただけやったんでね。これは、山全体が寮というのはすごいことになっとんやけどね。ここから行けばんのか。行けないね。ちょっと横回れるか回ってみようか。もう回れそうやな、これ。ブレッテンの25代天皇やったかね。まあちょっとね、神話の世界ではあるんやけどね。どうもね、はっきりしたことわからんみたいやけどね。あら、行かれてんのか。うわ、熊の巣がいっぱいでございます。ははー、こういう感じ。これもういけてるね、これ回ってるね、みんな回ってますよ。これ回ってます、回ってます。これすごいぞ、これ。え、ここから見ると前方公園風に見えるんだけどちゃうか。はい、いけてます、いけてます。ほんで、かやがすごくなってるけどね。ここで言うとね、まだはっきりわからないですね。ここは橋かね。ということは、これはそうマウンドいうことは、ちょっと中入ってみればどんな感じなんだろう。おい、いけてるぞ、これ。おお、畑や。おお。もうみんな入ってますよ、これ。これすごい山が できてます、これ。マウンドが。こう豪華とすればね、ちょっと形わからんけどね、これなんだろう。これカラスがすごいぞ。これ一番糞鳥なんの。あれ、これはわからんぞ。これどういうことだ。これちょっと意味わからんな、これ。人は踏み入れてますわ、ものすごくね。道ができてるということは。
そういうことはね、これはただの山でございますね、こちらはね、後ろはね。身近で来てますからね、こう。こっちも道できてますけどね、こうずっと道なんだってね。どこだろう、この一番山の頂上は。こっちか。はい、これ山でもですね、間違いなく。これはどうもね、前方後円にしておかしい形がね。ずーっと上がってきましたけどね、上まで。カラスがすごいですよ、カラスが。ゴミを落ちてるから、人がやっぱり来てますよ、これ。ここは頂上でございます。ここ頂上。公園風としては、どうだ？ここ頂上やけどね。片瀬だね、こういうふうにしてかなと思って見るとそういう感じもするんで、これずっと丸くなってんだけど、これやろ、こう見たらな、可能性があるね、これ。まあカラスが怒ってるから帰りましょう。これで道ができてるからね、道なりに歩いていきましょう。こうね、ということはブレ天皇陵の、裏山でございます。これはそれにしてみましょう。この感じやろ。なんかね、どうも古墳と思って見ると古墳、前方こういうふうに見えるのかね。ずっと山道がこう続いてます。こう、まあ上に上空にすごいことカラスがおるんだけど、何起こってんのやろ。いや、これはほんまにこの古墳前とこうね、これ前方後円見えるこれ。キョロキョロしとんだけど。雲の巣が。ほらほら歩きましたよ、ずっと。そしてここが、前方部。前方部とするならば、いやーちょっとね、そうやな、横からちょっと眺めてみようか。横から眺めたらよ、ちょっともうちょっと感じがつかめんか。あら、横入れないか。結構畑田んぼだけどな、入れないね。どっかないかね、入るとこ。ね、どっか見るとこないかな、見るとこは。ここからどうだ。ここから見られへんか、これ。わかんないわ。え、どっか見られませんか。この辺から
これ畑、いけるね、畑。畑いけるね、これ。あ、そうですか、はい、いやもうなんかちょっと入ってきたんだけど、はい、あまりにもこの感じがね、はい、前方後円墳やから、あ、そうかな思って。確かになんかあの反対側こっから見て反対側に、はい、なんかあの看板みたいなのが、あ、天皇のね、なんか立ってたと思うんですけど、前方後円墳の可能性があるの、これ見た感じそんなんやからね、横がこうなってるやろ、ずーっとすごい大きいぞこれ。はい、えらい失礼いたしました。すごいあの量でございました。あのもっと小さいの横は持ってきたんだけど、はい、ブレ天の量でございました。人形天のはこれははびきねえ。よし、なんか減らしてもらったんやけどね、なんかどうも見た感じがね、前方後円でございました。なんか歩いたけど、はいはい、じゃあ今から十二柱神社行きましょうかね。はい、ありがとうございます。